お。おお、ユリル君か。ユリル君は初かな？あ、お腹がセクシーですね。これは、なんて読むの？これ。何の剣客？剣客か。すごい、なんか天女様みたい。特別のガチャ、限定のコツ、マジか？え、ちょっとかっこいいな、これはさすがに。あ、今回もありがとうございました。あ、あれか、無料か。あれ？あったあった、無料というかスタミナ、ちょっと見てみたいな。どうしよう。俺でもまだこっちのために貯めてたんだけどな。武器ちょっと見たい。キャラも。180%を5回。味方全体に攻撃30アップ。あ、水属性なのか。敵全体に30、あー、プラス30とマイナス30なんだ。すごくない？ いや、違うな。プラス30、さらに水属性だと、それに30乗っかるってことか。攻撃20。これ、あれか。ノエルのやつ。ああ。なるほど。攻撃下げて防御上げるタイプか。結構でかいな。最近はでもこの辺の武器強えよな。70%を4回。HP80 以上。で、これも攻撃を下げる。という感じになってみたいですね。機械限定キャラ。なるほど。こっちやる際に余裕ができたらちょっとやりたいですね。もうちょっとで、月替わりになるんで。とりあえずじゃあ、ユディリのやつやってっちゃいますか。盗賊がいない？どういうこっちゃ？いきますか。砂と海に囲まれたとある王国。交易で栄えた町並みには多種多様な品物が並んでいました。みずみずしい果実、芳しい香辛料に、光沢のある織物や細やかな細工の調度品。人々がせわしなく行き交う街路で、露天商の男が朗々と歌います。ここに並ぶは王侯貴族も欲しがる品々。見なきゃ一生の損だよ。なじみの宝石商から譲り受けたという火を透かしてきらめく宝石と、魔法使いが魔力を込めた呉服、とっておきと言い置いて金銀螺鈿で飾られた短剣も並べました。そのほとんどは偽物や盗品でしたが、露店に集まる人々は
気づかないようです。食いついたとばかりに下唇を湿らせ、男は続けます。次こそ珍品中の珍品、珠玉の品のお出ました。恐れ多くもここに取り出したるは火打ち石、打ち鳴らせばたちまちに豪華を焚きつけよう。一方こちらの金属の小箱から現れるは氷の塊、日の光はもちろん炎天下の砂漠でさえひとしずくも溶けないときた。続いてこの華奢な箱から覗くのは異国の文字が綴られし面用な札、妻の病を嘆いた王が作らせたという病魔を退けるご符なるぞ。男の流れるような言葉は冷やかしのつもりだった者の心までをもつかみました。買った、誰かが挙げたその一声に続き、人々は席を切ったように詰めかけます。思わず男は笑みをたたえ、毎度ありと手をすり合わせました。金貨で膨らんだ革袋を手に、男は下びた笑いを漏らします。あの程度の作り話に乗せられるなんて、価値を知らぬ愚かな乗客だと。その時バラの香りが漂いました。思わず男が目を向けると、豪奢な装いの少女が通り過ぎようとしています。品定めするまでもなく金持ちであることは明白です。世の厳しさを知らぬ年頃なら簡単に騙せるだろうと、さらなる利益を求め、男は明るく声をかけました。なるほど。アルゴーが食いつきそうなやつがちらほらと。少女、商人はユディルじゃないだろうから、今後どういうふうに絡んでいくんですかね。露天商に声をかけられた金持ちそうな少女、突然のことに驚いたのか、両の指先を口元に当て目を大きく見張りました。しかしただの呼び込みだと気づくと、一転してその大きな目を細め、柔らかな唇であどけなく微笑みます。卓上の奇妙な品に近づいて、うっとりため息をついたり、コロコロと笑ったり、それだけではありません。伏せたまつげは影を落とすほど長く、蒸気した頬はあどけなく可憐で、将来の美貌も予感させてなりませんでした。露天商の男が少女の可憐さに見入っていたその時、商品にのめり込みすぎたのでしょう。少女の肩口から絹糸のような髪が滑り落ちます。それを背に払う仕草すら品があり、彼女が高貴な家柄に生まれついたことは明らかでした。華奢な金細工の腕輪も、大きな宝石の輝く首飾りさえも、少女の引き立て役に過ぎません。そんな高貴な少女でも心眼の見極めは難しいようです。すっかり商品に釘付けになった少女へ、男は猫なで声で笑いかけました。お嬢様、お目が高い。世界の果てに到達した海賊の羅針盤、奇跡を起こした聖者の杯、妖精と契りを交わすための指輪、どれも嘘ばかり、
ありふれた物語でしたが、世間知らずの少女は真剣に聞き入ります。獲物が罠にかかる瞬間を見極めるように、男はもったいぶった様子で魔法の呪文を唱えます。ここだけの話なんですがね、取り出したのは首の長い壺。千年も魔力を宿し続け、真に求める人間の願いを叶えてくれると男は囁きます。怪しい装飾に見入られたのか、話を真に受けたのか、少女は目を輝かせ、ぜひ譲っていただけないかと迫りました。ランプ、魔法のランプみたいな感じなんかな。でも偽物なんだよな。どうなるんだろう。二足三毛の願物を欲しがり、目を輝かせる金持ちの少女。心中の魂胆を隠しつつ、露天商は値段をふっかけます。うなずいた少女が懐を探ったその時、彼女は顔を曇らせます。あろうことか、金貨を忘れてきたというのです。こんな乗客を逃すわけにはいきません。露天商の男は同情するふりをしながらも、ひらめいたとばかりに膝を打ちます。金貨がなければ相応の品でも構わない。例えばと、さも申し訳なさそうに少女の首飾りを示しました。偽物を並べていても鑑定眼に曇りはありません。首飾りの宝石はまごうことなき本物です。知ってか知らずか、少女は提案を拒みました。誕生日に両親から贈られたものを手放したりしたら、きっと悲しませてしまうからと。納得するふりをしても男は諦めません。誕生日に贈られたということは、お嬢様の成長を願っているはず。その首飾りは庇護の現れ、大人になり自分の力で判断した結果として、それを手放されても悲しむことはないでしょう。むしろお喜びになるのでは。ためらう少女はやがて納得したようにうなずきます。自分の判断を両親なら認めてくれる、そうつぶやいて首飾りを男に手渡しました。約束通り壺を差し出す男、満足そうな少女の表情にこらえていた嘲笑がかすかに漏れ出てしまいます。この首飾りの宝石一つあれば一生遊んで暮らせるというのに、価値のわからぬバカなガキめ。彼女の両親が嘆き、少女に失望しようと男の知ったことではありません。笑いながら戦利品をしまおうとした瞬間、にわかにあたりが騒がしくなりました。何事かと思っているうちに、無数の金属音が集まり、男は武装した兵士に取り囲まれていたのです。え、ちょっと予想外。ここでなんだ。ラスっすね。どうなるんでしょう。金持ちの少女から
首飾りを巻き上げた露天商の男、それを取り囲む兵士たち、困惑する男に彼らは首飾りが猿王族のものであり孫うことなき盗品であると言い渡しました。疑いを向けられた男は商品の対価として金持ちそうな少女から得たのだと否定します。しかし兵たちは聞き入れません。あれもこれも盗品の届けが出ていったと片っ端から押収していくのです。男は自分が罠にかけられたことを悟りました。そう、あの可憐な少女によって。男は人目もはばからずにわめき散らしました。あらん限りの言葉で少女を罵りましたが、それもつかの間すぐに取り押さえられてしまいました。連行される露天商を遠巻きに噂する人々、首飾りを渡した少女もまた哀れむように見つめていますと思いきや、絹糸のような髪をずるりと脱ぎ唇の紅を拭うと、人から物を取っちゃダメなんだぜ、少年の声でふてぶてしく笑いました。たおやかな物腰も可憐な表情もどこへやら、今や路地裏を根城にするような盗賊の顔をしています。そこへ淡々と近づく兵士たち、彼らは健能な様子で睨み合い、そして次の瞬間互いに交渉をあげました。腹がよじれんばかりに高々と人々の耳目を集めるほど笑い尽くします。兵士たちもまた偽物で、少女、いえ少年と共謀していたのです。露天商の品は偽物や盗品ばかりでしたが、中には本物のお宝も存在していました。おそらく今回のように偽物の商品と交換したのでしょう。だからこそ根こそぎ奪う計画が立てられました。盗っ人の手口を知り尽くし、身分を偽り可憐なおとり役を演じてみせた少年によって、ひとしきり笑い終えた少年は分け前を決めようと路地裏への移動を提案しました。その後ろで誰にも聞こえないようにつぶやきます。本物を見抜けない奴はバカだな。そうして躊躇なく変装道具を投げ捨てると満足そうに歩き出しました。わあ、いいなあ。はめようとしてるやつはなんか結構足元を救われがちっていうお話があるんですけど、まさにその典型的な例だったな。といったところで、あれですね、あのユディル、あの絵だとあのちょっと顔とかは描かれてないんですけど、ちょっと見てみたいですね、女装ユディルの、というわけで今回はこういう感じになってるようです。火ですね、こういう感じでも大体基本一緒なんだけどな、こんな感じでございます。というわけでいつも通りハードベリハエクストラまでやって、あれなんだこれ、あなんか、あしかもこれマジか、これもらえんのか、
28000だったら圧勝だな多分。よし、じゃあこれも含めてまあいろいろやってきますか。いや、いい話でしたね。さあ、というわけで、見ていきましょうか。 YU130 白田への守護者。この者いかなる時も罪深き者なり。海揺られる時代も砂揉まれる時代も己の手を汚し生き延びた者なり。しかしその心は絹のように白く滑らかなのかもしれない。彼はただ己の欲に純粋に従っているだけなのだ。欲望という白き闇に自らが飲み込まれたとしても。白き闇っていう表現いいっすね。主語たる属格、属格でいいのかな。砂漠と海に囲まれた国、富が集まるこの場所は盗賊の楽園だ。食うもの着るもの何も困らない。全て向こうからやってきてくれる。なるほど。本編の前、本編の最後、まあストーリーのゆずき対ひなちゃんの、俺が盗むのはこれで最後だみたいなセリフがあったんですけど、あれ結構好きなんですよね。盗む、取るのはだったっけ、奪うのはか。というわけでお腹がセクシーですね。やっぱり曲剣をねよく使うんで、まああのキャラのイメージとかもあるんでしょうけど、よく似合うんですよね、服とかも。というわけでいいお話でしたね。他にもいろいろできそうなんで、あとはそうですね、ガチャに備えたいと思います。お疲れ様でした。